新島行ったたらししいな何んだ遊び遊び一泊二日で新島行ってきてあのねお友達がね新島が実家の子がいたんですよでその子が最近この4月からかな実家に戻ったんですよ新島に住んでてあれ全部海周り海で行ったことなくてちょっと行ってみようと思ってちょうど浜松町からね今ジェット船で2時間ちょっとぐらいで行けるんですよあそんなビューッとそれで行ってだけど 東京も、一応東京じゃん、新島も、東京,東京と新島で天気予報を見ても、うん、本当に土砂降りのもう雷マーク、ーもうあの大嵐の月火だったの、うん、でもこれ、船も出ないんじゃないっていうぐらい、うん、土砂降りのなんか東京を出発するんですよ。な、うん、うん、で行くのだって、いやだって、野菜取っちゃったもんでさ、月曜日、もったいないと思って、もう新島行くからっつって。船船どうななったのそれそれれれが船全然揺れなくて嘘 あのねジェット船って気持ちいい浮いて浮いてピューって行くもんで<ー>大して揺れないんですよまあでも土砂降りの中ね東京とにかく出発してだからね新島行ったらね奇跡的にうっすら晴れてたんですね<ー>出たよ晴れ女と思ってそれで海泳いで泳い,泳いだ泳いだ泳いだだって晴れてるうちに泳がんと天気予報はそれでも。 雨マークが出続けてんで,すよ<ー>でもう時間が経ったら雷が鳴りますよみたいな、うんうん、でも晴れてるうちに泳ごうっつって午前中から泳いで、うん、え草屋と一緒に草屋食べた草屋,草屋食べた草屋って元の魚なんだっけあれアジとかでしたああいろんな魚ああああれになってああいうふうにねこう味付けとかやり方で草屋つうかそうえあれじゃ飛び魚じゃないの いやでもいろんなお魚が私がいやいやトビだっだよ食べた人間がアジだっつってんのもアジでしょアジの草や私はアジの草や食べたトビウオだって出してくださった方がアジの草やだよアジっつったよなんちゃらアジっつったよちょっと大きめのお前らどっちの話だと思う お前知識ないからな。臭いがわかんない。臭いがわかんないです。めっちゃ臭いやつ。臭い。知らないの。世界で三番目だって、臭い食べ物ランキング。<や>あ、そう。臭い。干物みたいなことですか。干物、干物、臭い、干物。あの、なんかもう、そんだ、干物なんだけど。はい、それを昔。あの、例えば、一軒家があって、家で焼いたとしたら。はい もう45軒の周りのうちがあの位置で草を食ってるって言われるホントに臭いんかでうなぎのなんてもう火じゃないけど身もすごいのあの身はそんなににいはないんだけどアンモニアのあれが鼻から抜けんだよねアンモニア臭がうわっていうなんでそんなん食べるんですかいやそれが珍味ではまってくんだってお牛をおろして 火にさらしたときに、飛びを、多分、な、よくわかんない、内臓みたいのをたまりつろろくロロんだ。泥の。それを、バシャバシャかけるんだ。うんそうなの。うん、初めて食べた草屋、草。俺、俺の、してる、なんか、昔、仕事行った時、ある芸人さんが、うん、あの、テレビで草屋、草や、うん。 これもう本当大問題になって今言っていいのかどうか分かんないけどうわもううんこの匂いするって言っちゃってそれでもう大問題になって謝罪したことあるんだ謝罪だよ謝罪あれ珍味は珍味でハマる人はハマるんだよね美味しいよ美味しいよ臭いけど食べたら美味しい最初うわきついって思うだけどもう一口もう一口みたいなね焼酎に合う ふうになってんだ何それ潜ったじゃなくてシュノーケルでやったんですけどああそれがね,あのねやっぱね大島ってね山火山が何回かできてできたあれだもんで緑がすごい野生的なのわ、うんわんと山は山なのすごい男性的な森ので周りが海なのだからねよく雨が降るのもうなんかね南国の天気みたいにスコールがスコールあーで、まあ、天気も天気だったもんでスコールが コールがバー来て、ファーと晴れて虹ができて、で、またもう、ケムケむなの。山なんて常に、あの、あれが、もやっていうのもやが。霧が、ガスってんの。で、こっちは青空なのに、こっちはもう黒い雲があってっていう状況に泳いだって、したらね、海入って泳いだってね、死ぬける人ったらね、スコールがバー来て、風邪邪で、ちょっと長さ、やばいぞやばいぞってやって、泳いでたんだけど、潜ってる時は、 穏やかでしょで魚もおるもんで魚なんか見ながら泳いで海面に出て呼吸できんもんでうわって出るじゃんそうするとスコールがバー波がバーでて薄い目に上がっても息ができんっていうねあこれは死ぬぞなんて思いながらやばいぞって思いながらやばっていながらやばいぞないすごかったちょっと笑っちゃったすごすぎてだからスコールが来ちゃうとそうなっちゃうぞでも時間が経ったらスコールがまたそわって去っていくし。 なんかとってもスコールなんかにあったことある。スコールでもスコールスコールスコールありますね。どこどこだ。ガム島とかそういうところ。スコールサイパンですかね。あサイパンまさに南国よ。サイサイパンのスコールすごいもんね。あのね、昼間初めて見たんですけど、雨の壁が。ああ、来る来る来る前からやってくるの見ました。それ体験したかったら新島行きま行きま

あのドライブでとってもとっても素敵なね浜無人なのよもう人がいなくてうちらだけで貸し切りみたいなとこで<ー>で真ん中あのねこっち側ね人魚伝説、うん、岩と岩の間にすごい綺麗な海だけどちょっと波が荒いからそこは遊泳禁止のとこなの、うん、岩と岩の間に人魚が住んでるって言われてる、うん、こう風光明媚なとこがあるの、うん、で右側の方見たら丸い森のような崖がボコッとこう半島みたいに出てて<ー>とっても素敵でで真ん中綺麗なビーチ 砂浜でそこが砂丘みたいにちょっとスロープになっててであの段ボール引いたらシャーっと降りれるようなそういうとっても斜面があってでそこの斜面の上に登ってお友達と4人でみんなで貸し切りだねなんてのんびりさ寝てさ海を見てたらさ

やっっぱ自然はすすごいいんだね <laughs> 面白いっすよなんか、ね、で水着で入れる温泉があるもんで、うん、浜で泳いでそのままちょっと移動して、うん、歩きで行ったら道をね、うん、5分ぐらい歩けば浜を、うん、そしたらそのままねあの露天風呂が水着で誰でも入れるただの露天風呂がねいくつかあるの。うんうんうん 4つぐらい風呂があるのかな、うん、海が、うん、で断崖絶壁のとこにあるから海が一望できんのでそこで海で泳いで寒いっつって温泉入って海見ながら温まって、うん、よしもう一回泳ぐかっつってエンドレス水泳ができるっていうねすごくないですかも,もっと俺若い時に知りたかったなそういういの 若い時はだめな年。若い時はなかったんじゃないでか。でもね、バブルの時はね、学生が若いだったから。なるほど。そういう便利なやつなかったんじゃないですか。いや、何が便利だって。ええ。何って言うの。島はあるだ、新島あっただろ。いや、新島はあったかもしれない。そこの施設がまだあったかないかっていうのは。そのお友達っていうの、おじいちゃんがモヤイ像を作った人なの。え。 あの、渋谷の駅にモヤイぞあるでしょあれも、モヤイなの。モやイじゃなくて、モヤイで、うんうん、新島のね、うん、えー、意味はね、正しい意味ちょっと忘れたけど、助け合いみたいな意味なの。うん、それのがもやい、が、モヤイぞ ああそ,うそういう意味のも「もやい」っていう像なの<ー>でそれでおじいちゃんがその石の造形家で、うん、それで石のそういうのもやい像を作って島おこししましょうっつってそれ以来い、まあ、おじいちゃん亡くなっちゃったんだけどそれで島の至る所にその石像みたいなのが<ー>点々点々とあるわけでそれでさ新島ってさ街灯も少ないし夜真っ暗になるの<ー>そうするとね森の中にねよくわからん石像が出てきて怖いこと怖いことめっちゃ怖い

助け合いのいい像でしょ。幸せの像なわけでしょいや、幸せ。さっきまでいい話だったのに、もうスコール振っちゃった。早い、急に。急に怖い話になる。よやめろよ、急に怖い。怖いの、アーティスティックなやつはいいんだよ。なんか知らんけどさ、大体村越ってさ、だんだんちょっと間違ってさ、変なパンダとかさ。イルカとかさ、なんかさ、なんか恐竜とかさ。な、そう変なのは、だんだんできてくるわけ、そういうのが森にぽこっとあるわけ。森に、あんたね。